ヤクルト、緊急事態。交流戦の逆転優勝を目指すヤクルトの激震が走った。正捕手、中村悠平が戦線を離脱。ドラフト4位鈴木京捕手が代わって1軍に合流した。交流戦は6勝4敗に分けて現在3位。逆転優勝を目指し、最後の1週間を戦うチームだが、球場入りのメンバーの中に中村の姿がなかった。中村は直近2試合は先発を外れ、いずれも松本直がスタメンマスクをかぶっていた。今季の中村は52試合に出場し、打率2割1分1厘、0本塁打、13打点。現在は、昨季無心に1軍の捕手陣を支えた古賀が長期離脱を余儀なくされており、若手の内山もコンディション不良で2軍戦への出場もまだない状態。ここに来て正捕手の離脱は上位浮上を狙うチームにとって大きな痛手となった。終戦。古賀内山が戻る前に中村が言った。ピッチャー恐れてた事態が。キャッチャー緊急トレードしないとやばいんじゃない？松本西大以上のキャッチャーなんてどこがくれるんだよ。この二人ですらよその2番手3番手と比べたら上かもしれないのに。古賀の長期離脱が決まっており、内山もコンディション不良で状態が上がらない中、正捕手の離脱は痛い。島現役復帰だな。交流戦終わりだから来週1カード少ないのが救いだな。今日は空気吸いと第3捕手要員かな。これ西が怪我したりしたらやばいな。最悪村上にやらせるのがいい。重傷ならやばいけど、先週土曜から練習不参加で抹消してないなら軽傷か、小川と同じ体調不良とかなんじゃないか。おいおい終わってるやんけ。うわ、なんで捕手だけこんなに。正捕手、松本、第二捕手、西田、第三捕手、鈴木、今年の初めあたり捕手王国とかポジってたら6月前半でこれとかさ。上げたのが橋本じゃなくて鈴木なのは、高卒ルーキー一人に2軍預けるわけにはいかないからだろうな。捕手取ってくるしかないでしょ。セーブとトレードできそうじゃない？今だけ、捕手がいなけりゃ最下位でも言い訳できるな。